いや、本当ですか。あ、やば。ハンドによってペナルティキックを与えました。そのピンチは鎌田が救いました。ヴァンフォーレ甲府の歴史を見つめてきた男、山本英臣、最後に蹴ります。昇格降格を繰り返してきた厳しい歴史を全て経験してきました山本。決めました。ヴァンフォーレ甲府、J2 甲府、天皇杯初優勝。国内三大タイトル。